すごいっすね。決めてよかったな。かわいい。もしもし、うん、美香ちゃん。あ、真ん中、うん、ここここここだよ。おはよう。よかった間に合って。ねえねえ、辞書持ってる？今日は何や。おはようございます。それでは授業を始めます。1年間講義を担当します小林です。桜井先生だったらさ、セクハラじゃなくて、例えば胸触られてもセクハラじゃない。わかるわかる。こちらもお決まりですか？ねえ、どのぐらいタイプ？あら、何が気に入らないの？いやー、痛い、痛いじゃないですか。ねえ、私のどこが良かったの？声かな、声。ああ、私サッカーとか見に行かないから。え？また声枯れちゃうよ。